こんにちは、ココです。ご視聴ありがとうございます。今回のカードリーディングは8月の運勢を占っていきたいと思います。今回占っていくのはこちらの大牛座さん、乙女座さん、ヤギ座さん、この3つの地の星座さんについて8月の運勢を占っていこうと思います。こちらのチャンネルではこんな感じでタロットカード、オラクルカードを使ったリーディング、占いの動画ですとか、新しいデッキの開封動画なんかもアップしてます。ご興味ある方はぜひチャンネル登録お願いいたします。ということで、8月の運勢なんですけれども、よく言われているのが9月からですね、8月の最後から9月にかけて社会情勢が変化していくっていう風に言われています。で、私もそれをエネルギー的に感じていて、なのでおそらく8月っていうのは、その準備期間ではないですけれども、その変化に備えるっていう意味で結構大事な月になってくると思うんですね。で、どちらかというとその備えるっていうのは備蓄するとかそういう意味ではなくって、ご自分の内側の準備をするっていう感じですかね。なのでこう気持ち的に準備をしたりとか、いろいろですね、ご自分の内面を整えていくことによって8月の運気っていうのを上げていくことができるんじゃないかなと思います。なので、今回のリーディングではそういった感じで8月の運勢を見ていこうと思います。で、具体的にどう見ていくかなんですけれども、8月を前半後半に分けて見ていきます。正確に言うと8月4日の水瓶座満月、こちらの満月の前後ですね、そちらの運勢と8月の19日こちらは獅子座の新月ですね、この前後の運気という風に見ていきたいと思います。そうするとちょうど8月が前半後半っていう風にざっくり分けられるので、前半後半という形で見ていこうと思います。で、こちらのカードなんですけれども、カードさんの本来の意味とこちらで置いている目的っていうのは違ってきます。例えばこちら乙女座の満月、乙女座の新月っていうカード並べてあるんですけれども、これはですね、ビジュアル的に乙女座さんの8月前半の運勢、満月前後の運勢ですね、乙女座さんの後半の運勢、新月前後の運勢ですね、という形でビジュアルで表しているので、カード本来の意味とは違う目的で使用しているということをご了承ください。あとですね、基本的にリーディングは太陽星座で行っていきます。太陽星座っていうのは一般的に星占いですよね、ホロスコープとかでご自分の星座を見ていただきましたよね、その星座で行っていくんですけれども、もしもご自分の太陽星座のメッセージがなんか違うなとかしっくりこないなっていうふうに感じた場合は、アセンダントの星座のメッセージも見られてみると参考になると思います。アセンダントはインターネットで Google とかで検索していただくと、アセンダントが何なのかっていうのと、ご自分のアセンダントの星座の算出方法っていうのがわかると思いますので、よろしければそちらもご参照ください。はい、では今回使用するデッキさんのご紹介をしていきたいと思います。まず最初にですね、オラクルカードを2種類引いて8月全体のテーマを占っていきます。最初に引くのがこちらです、 The Secret Language of Light、 こちらのオラクルカード1枚引いていきます。こちらはですね、光をテーマにしたオラクルカードになります。そしてもう一つ引くのがこちらの The Universe Has Your Back、こちらのオラクルカードから1枚引いてテーマを見ていきます。そしてその後前半後半にそれぞれ引いていくんですけれども、まず最初に引くのがこちらの Queen of the Moon Oracle、 こちらで8月のキーワードを拾っていきたいと思います。そしてその後にタロットカードを1枚引いていきます。こちらです、 Threads of Faith, The Weaver Tarot, The Journeyer Edition、 でこちらでアドバイスをいただきたいと思います。はい、では早速大牛座さんからですね、大牛座さんの8月のテーマをまず見ていきたいと思います。こちらの光のオラクルカード1枚引きます。はい、こちらですね、これはヴェシカピシスパイセス、なんかこれ読み方いろいろあるんですよね、多分ラテン語だと思うんですけれども、このね形を表しているんですけれども、ヴェシカピシス、
なるほど、なかなかね興味深いカードが出ましたね。はい、ではこちらのカードを1枚引いていきます。はい、こちらです。逆位置で出ましたね。 When I lean towards love, I am led。 なるほど、こちらね2枚でテーマを見ていきたいと思います。なるほど、そうですね、結構テーマは一貫しているかなと思うんですけれども、8月はですね1ヶ月を通して愛にフォーカスをする、それを学んでいくことになるんじゃないかなと思います。で、愛にフォーカスをするってどういうことかというと、あなたの全ての行動基準を愛があるかどうか、愛にフォーカスをしていくっていうことですね。だから何をするにしても、例えばランチに何を食べるかにしてもですね、食堂とかでですねメニューを見ている時に、これにしようかなって思った時に、それはあなたにとって愛のある選択ですか？それを食べることであなたは愛に満たされた気持ちになりますか？っていうふうに自分に聞いてみるっていうことですよね。そうすると、なんかいや別にそんなに食べたいってわけじゃないけど、値段が安いからこれにしようと思ったなとか、いろいろ要因ってあると思うんですよね。でその時に、じゃああなたにとって愛がある選択、この場合であなたにとって愛がある選択って何ですか？っていうふうに自分で聞いてみるんですね。そうするとちょっとお値段は張るけれども、自分が本当に食べたいと思っている定食にするとかですね、ランチセットにするとかですね、いろいろ人によってそれは変わってくると思うんですね。人によっては今は節約をするっていうことが第一優先事項の方もいらっしゃると思います。何か目的があって節約をしているとかですね、そもそも節約をするっていうのが自分に対する愛のある行為なのかどうかっていうのも見ていく必要があるんですけれども、もしもその節約をするっていうことが例えばそのご自分のゴールに近づくためのアクションなんだとしたら、それはあなたにとって自己愛の行為っていうことになりますよね。なので、節約ということを第一に優先していただいて、お値段的にお手軽なメニューを選んでいただくっていうのはもちろん愛のある行為だと思います。その辺はですね、そのお値段とご自分への愛とある意味こう天秤にかけるような形でですね選んでいただくことになるとは思うんですけれども、それと同じような感じでですね、他の人に接する時もこれは愛のある行動かどうかっていうのを見ていくといいと思うんですね。なのでご自分の内側に、いちいちっていうわけではないんですけれども、もう小さいところからでいいので、これは愛のある行動かなっていうふうに考えてみるっていうことですよね。でもしもそのご自分に対してあまり良くない習慣とか持っていらっしゃる方、例えば過食してしまうとか、タバコをね吸ってしまうとか、いろいろあると思うんですよね、人によって。でそれをしてしまいそうになった時に、時には余裕がなくって、もうそういうのを考える余裕がない時もあるかもしれないんですけれども、できる範囲で、まずはできる範囲でいいので、ふと立ち止まることができたなら、今これをすることは自分の体にとって愛がある行為なのかな、ご自分の気持ちにとって愛がある行為なのかなっていうふうに考えていただくと、その時はいいかもしれないんですけれども、食べた後で後悔するとか、健康を害してしまうとか、長期的に見ると自分に良くないなとか思われる方はですね、そこでご自分に対して愛のある選択をするっていうのが必要になってくると思います。で、もう本当にこれは人によるんですけれども、長期的に見てあんまり良くないって分かっていても、どうしてもその今の urge、衝動ですよね、が強くて、でそれに逆らえない、その衝動を抑えるのが人によっては第一っていうこともありますよね。なので本当に
あなたのその時のコンディションとかシチュエーションによって何を優先するかっていうのは変わってくると思うんですね。で、そうやってですね、今のご自分にとって愛のある選択を意識的にしていくと、たとえそれが長期的にあなたにとって良くない効果があるものだとしてもですね、その今はこれは私にとって必要なこと、愛があることだからということで選ぶとしますよね。そうすると長期的に見る害っていうのも最小限に抑えることができるっていうことなんですよね。まあ大体の方っていうのはその悪い習慣とか悪い癖ですよね、やられている時って、まあ、やっている時はいいと思うんですけど、その後で正気に返って後悔したりとか罪悪感に陥ったりとか自己嫌悪に陥ったりとか、そういうネガティブな感情を感じてしまうんですよね。まあ、例えばお菓子を食べながら、あ、これ太るなって思いながら食べているとかですね、やっぱりそれってこう中途半端なんですよね。気持ちが今はこの誘惑に負けてというか衝動に勝てないので、これをしている、まあ、食べているとかですね、タバコを吸っているとかしてはいるんですけれども、その時に 100% そのご自分がそれをするっていうことにコミットしてないんですよね。やっぱりどっか心の 20% とか 30% とか 50% とか、それぐらいは罪悪感とか、うん、やっちゃいけないの分かってるんだけどなっていう感じで、ご自分にこうある意味ブレーキをかけながらやっているっていうことなんですよね。でそれってその行動の長期的に見た悪い効果っていうのを助長してしまう、つまりその悪い効果にエネルギーを与えてしまうっていうことになるんですね。なのでもうこれをするかしないかって考えた時に、今私にとって一番愛のある行為は長期的な効果を無視してでも、長期的な悪影響に目をつぶってでも、今これをすることが私に必要だって思うんだったら、もうそれを 100% 自分に許可してあげるっていうことなんですよね。そうするとその悪影響っていうのも最小限にとどめることができます。なのでそれができるようになるとですね、たとえお菓子を食べていたとしてもですね、それで太るっていうことがだんだんなくなっていくっていうことなんですよね。まあ、人によってはそのお菓子を食べても全然太らない人とかいますよね。これってやっぱりエネルギー的な問題なんですよね。太る人っていうのは食べながら、あ、これ食べたら太るなって思いながら食べているから、その通りになってしまうっていうことなんですよね。でそれが潜在意識的にその意識していなくても心の深い部分でそう思っているっていうこともありますので、なのでその効果を防ぐためにご自分に 100% 許可してあげるっていうのもですね、たとえそれが自分にとって本当は良くないことであったとしても、それは結局はご自分に対する愛のある行為になっていくと思うんですね。なのでそういった感じで、まずはその日常生活の小さいところからやっていくのがいいと思いますね。もうテレビを見るとか、スマホをいじるとか、SNS を見るとか、もうそういうところからですね、まず今これをするのは自分にとって愛のある行為かなっていうふうに見ていかれるといいと思いますね。でそうやってだん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 自分に対して愛のある選択ができるようになると、あなたの人生っていうのは見えない大きな力で導かれているような、そんな感じになってくると思うんですね。でその能力というか、まあ、力、まあ、スキルと言ってもいいかもしれないんですけれども、その大きな力に導かれていく、そういう生き方をするっていうのがこれからの、まあ、秋以降の大牛田さんに必要なことなのかなと思いますので、8月でですね、ぜひこちらのねテーマ練習して取り組んでいただくといいと思います。そして小さいことから慣れていったらですね、だんだん大きな決断とかそういうことに広げていったりとか、あと人に対する対応に対しても広げていったりとかされるといいと思います。はい、ではまずは前半のキーワードですね、拾っていきます。大牛田さん、満月前後のキーワードですね。
はい、こちらです。 Fear。 なるほど、こちらのねカードが出ました。と次にタロットカードですね、1枚引いていきます。ね、はい、10 of coins、こちらはペンタクルの10に当たるカード正位置で出ましたね。はい、ではこちらの2つ2枚で前半の運勢を見ていこうと思うんですけれども、こちらのね8月のテーマに取り組んでいただく際にですね、恐怖感とか不安とかそういうの出てくるんじゃないかなと思うんですよね。まあちっちゃいことだったらそんなに恐怖感っていうのはないと思うんですけれども、まあ、それが大きなことになっていくほど恐怖っていうのはあると思うんですよね。で、特にその自分のために何かを選択するとかですね、その相手とか周りのことを考えずに自分に対する愛、それだけを基準に何かをこう選択するとか行動するとか、そういうのってですね、やっぱり慣れてない方多いと思うんですよね。まあ私たちっていうのは生まれた時からその周囲のご機嫌を取るように自分自身を抑えたりとか、自分の気持ちとかを抑えてでも周りに合わせようとするんですよね。それは何でかっていうと、サバイバルメカニズムなんですよね。赤ちゃん、子供、ちっちゃい子っていうのは親とか周囲の人に面倒を見てもらえないと生きていけないので、なのでその親とか面倒を見てくれる人、その人たちのご機嫌を取るっていうのがもうサバイバルに、生存にですね直結してくるんですね。なので私たちっていうのは本能的にもうそういう機能が備わっているんですよね。でもそれに慣れてしまうと、もう自分を置いておいて周りの人の基準とか周りの意向とか空気を読んだりとか周りの期待とか、そういったもので自分の行動を決めたりとか選択をしたりとか、そういうのが、当たり前になってしまうんですよね。で、それをこう紐解いていく必要があると思うんですね。紐解いていくっていうのは、一つ一つまずは小さなところからでいいので、周りに影響を与えないようなことですよね。例えばあなたがテレビでどのテレビ番組を見るかっていうのはあんまり人に影響を与えないですよね。家族ぐらいは影響あるかもしれないんですけれども、ご自分が SNS をする時間とか、それも周りの人には影響ないですし、ご自分がランチで何を頼むかっていうのは影響ないですよね、他の人には。なので、なんかそういう、まずは周りの影響とかそういうのが薄いところ、ご自分自身 100% の気持ちで決めてしまっても大丈夫なところから、まず少しずつ慣らしていって、そしてだん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 広げていくっていうのが鍵になってくると思いますね。で、そうしていくと、こちらの不安とか恐怖とかですよね、新しいことをしているので、それに対する、不安な気持ちとか恐怖心っていうのはやっぱり誰でもあると思うんですね。でも小さく始めることによって恐怖っていうのもちっちゃいんですよね。だってお昼に何を選ぶかなんて、そんな人生を左右するようなことではないので、比較的簡単にできますよね。例えばそのランチをですね、いつも行くワンコインの定食屋からちょっとアップグレードして、例えば1500円のランチに行くとかですね。そうする時って、1500円ってそんなに高くないですね。例えば5000円のランチに行くとか、ホテルのランチに行くとかですね。なんかそういった感じでちょっと思い切ったことをしてみる。でも自分がそれ憧れているから、自分のためにあげようっていう風に決めてですね、する時ってやっぱりちょっと勇気がいるとか、ちょっとお財布痛いなと思ったりとか、いろいろあると思うんですね。でもそこをご自分の愛のために乗り越えていくっていうことが、前半にしていただくことになると思いますね。
で、そうやって少しずつ練習を重ねていくことによって、あなたの中に愛がどん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 蓄積していくと思うんですね。まあ自己愛なんですけれども、そうやって自分のために意識的に何かを選ぶっていうことをですね、習慣にしていく。そうすることによってあなたの中に愛が蓄積されていくので、その愛が溜まってくるとですね、あなたの運気が好転していくというか、今までとはこう違った方向性になってくると思いますね。大牛座さんって結構、まあ、頑張り屋さんで、周りに合わせたりとかも結構あると思うんですね。で、今までそういう部分が多かった方、結構我慢してしまったりとか、そういう部分が多かった方に関しては、そうやって少しずつ少しずつご自分に対して愛を注いでいくことによって、だん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 ですね、エネルギーが変わってくるんですよね。波動が変わってくる。で、そうやってしていくと、やっぱり自然に周りに対しても愛を循環させる、つまり愛を持った行動をとるっていうことができるようになってくるので、そうすると大志田さんの運勢ってすごく変わっていくと思いますし、秋以降すっごく開運していくと思うんですね。はい、では後半のキーワードを拾っていきたいと思います。大志田さん、新月前後ですね。おっと、ジャンプ出ましたね。 Resilience, Waning Gibbous 5、はい、こちらのカードが出ました。そして次にタロットカードですね、1枚引いていきます。吉田さんの新月前後ですね。はい、こちらになります。 The High Sage、 こちらハイプリスティス、女教皇にあたるカードですね。こちらが逆位置で出ています。そうですね、前半はですね、結構なんかこう現実的なことにフォーカスしていただく感じなんですよね。そのご自分に愛のある選択をしていくっていうのを日常生活の中から行っていくっていうことなんですよね。で、それってまあ日常生活に根付いているので、まあ、三次元的なこと、形があることとか、まあ、そういう感じなんですよね。で、後半にかけてはなんていうかな、精神的な成長とかそういうことがテーマになってくると思うんですね。なので前半はどちらかというと、そういう日常生活の中で行動を通してご自分に対する愛のある選択をしていくっていうことで、まあ、愛をチャージしていくっていう感じで、ご自分に対するこの自己愛を学んでいくっていう感じになると思うんですけれども、それが慣れてくる頃、後半に差し掛かる頃くらいからはですね、内面の成長にシフトしていくことになるんじゃないかなって思うんですよね。例えば今度は形のあるものとか目に見えるもの、行動とかではなくって、ご自分の中で起こっていることですよね。例えば自己卑下してしまう癖とか、自己嫌悪に陥ってしまう癖とか、自分を責めてしまう癖とか、ネガティブな感情が出てきた時とかですよね。そういう時に同じように自分に対する愛のある反応というか、それを選んで実行していくっていう風になってくると思うんですね。まあ、後半になってレベルが上がる感じですね。日常生活のことって簡単なんですよね。まあ、分かりやすいですし、目に見えますし、実際にこう物があったりするので分かりやすいんですけれども、内面のことってなるとですね、目に見えるわけではないので、まあ一般的に難しいんですよね。でも後半からはそれに取り組んでいく形になってくると思います。で、やっぱりその気づくサインっていうのが、ご自分のこう気分が悪くなっている時というか、まあ、ネガティブな気分になっている時、嫌だなと感じる時とか、やっぱりこう自分の中で分かると思うんですよね。複
快感があったりとか、なんかこうざわざわする気持ちがあったりとか、そういう時にその自分が今心の中で何が起こっているのか、何を思っているのか、何を感じているのかっていうのを見つめていただいて、そしてそれに対して自分はどうしたいのかっていう結論を下す、まあ、選択をするっていうことですよね。ご自分で何かこう自分を責めてしまっている、まあ、例えばあの会社でミスをしたとしますよね。でそれで上司に怒られるとしますよね。でその上司に怒られた後にですね、自分で自分もパニッシュしてしまっているではないですけれども、その自己嫌悪に陥ったりとか、自分で自分を責めてしまっている、もうなんであんなミスしちゃったのとかって心の中で気づかないうちにそういう風にしてしまっていたとしますよね。いや、その時に自分を責めることっていうのは自分に対して愛があることなのかっていう風に考えていただくんですよね。なのでまずはその自分を責めてしまっている自分っていうのを最初に認める必要があります。そこを認めることができないと選択し直すっていうこともできないので、そこはそのまま認めてあげていいんですね。自分が何をしていても自分は認めてあげる、受け入れてあげる、自分の味方でいるっていうこともこの学びの一つだと思います。そしてそれを一度受け止めた上で、じゃあこれをし続けるのは自分に対して愛情のある行為かなって考えた時に、もう上司にも怒られたし、もうしっかり反省はしたし、もう同じ間違いは多分二度とすることはないと思うっていうふうに思ったら、もう自分を責める必要はないんですよね。もう自分を責めたところで結果が変わるわけでもないですし、もっと自分が嫌な気分になっていく、自分の波動が下がっている状態が長く続いていくっていうことなので、それは最終的にご自分の現実に現れてきますよね。なのでそれって自分に対して愛のある行為じゃないなって思ったら、もうそこでじゃあもうこれはやめようっていうふうに決断することができますよね。そういうことを後半にかけてやっていただくことになると思います。なのでこれはね、結構難易度は上がるとは思うんですけれども、前半でしっかりその日常生活を通してご自分のに対して愛がある選択をするっていうのを習慣づけていただくと、ご自分の内面に目を向けるのもそんなに難しくなくなると思うんですね。なので大志田さんならそれができると思います。でそうやってご自分に対して愛のある心の状態、内面の状態を選択していく、そうすることによって波動っていうのはどんどん上がっていきますし、目覚めもどんどん促されていくと思うんですね。そうすると秋以降、外側で何が起こっても大丈夫な自分になっていくと思いますので、そうすると本当にね、何が起こっても大丈夫、もう安心の境地ですよね。無敵になると思います。はい、大志田さんならそれをしていただけると思いますので、ぜひ8月のテーマ取り組んでいただきたいと思います。はい、大志田さんの8月の運勢以上になります。ここでカードを一度戻させていただいて、またシャッフルをし直して次のリーディングに移っていきます。はい、次は乙女座さんの8月の運勢見ていきたいと思います。まずは8月のテーマを1枚引いていきますね。乙女座さん8月のテーマですね。はい、こちらです。フォーカス、こちら逆位置で出ましたね。素敵なね、絵柄ですね。そしてこちら1枚引いていきます。同じく乙女座さんのテーマですね。はい、こちらになります。 My energy creates my realityWhat I focus on is what I will manifest. なるほど。こちらのね、2枚でテーマを見ていきたいと思います。本当にシンクロというか、シンクしてますよね、こちらとこちら。乙女座さんの8月のテーマっていうのは、このエネルギーをフォーカスする、それの練習になると思いますね。そしてそのフォーカスをした部分が、現実にクリエイトされる、
つまり具現化するっていうことですので、それをですね意識的に行っていただく必要があるのかなと思いますね。で、人ってですね結構無意識のうちにやっていることって多いんですよね。まあ、行動とかももちろんですし、思考とか考え方とかですね、考えていること、まあ、感情も結構癖みたいな部分があるんですけれども、それって結構無意識の部分でやっていることが多いんですよね。なんかもう自動運転になっているっていうことです。で、これはどういうことかというと、最初は人はですね何か新しいことをする時っていうのは意識してしないとできないわけなんですね。でも何回もそれを繰り返すことで体が慣れてくるんですよね。で、慣れてくるともうですね意識しなくてもできるようになってきます。で、その時に今までは顕在意識といってですね、自分で気づける部分、自分で意識できる部分でやっていたのをですね潜在意識にバトンタッチするという形になります。で、潜在意識っていうのはご自分の意識できない部分なので、自分でもよくわからない部分、認識できない部分、そこがこの行動とか思考とかを司るようになるんですね。なのでもうこれはパターンということです。なのでこのパターンが現れたら自動的にこれをするとか、毎日の通勤通学とかそういう感じだと思うんですね。何かこう他のことを考えていてもちゃんと会社につけるとか学校につけるとか、それはなぜかというともう体が覚えてしまっていて自動運転になっているからなんですよね。で、これは考え方とか思考にも言えることで、もうパターンになってるんですよね。こういうことがあったらこういう思考をする、考え方をするっていう風に自動的にスイッチが入ったみたいになってですね、そういう思考を気づかないうちにしているっていうことなんですよね。気づかなかったとしてもそこに意識が働くっていうことは、そこにエネルギーがフォーカスされるんですね。なのでエネルギーがフォーカスされたところは一定以上のそのエネルギー量を超えると現実化にしてくる、現実に目の前に現れてくるという効果がありますので、これはね宇宙の法則なんですけれども、なのでこの無意識の部分を意識的にですね、自分は今どこにエネルギーをフォーカスしているのか、どこに意識をフォーカスしているのかっていうのを、モニターしていって、そしてそれが好ましくないところにフォーカスをしているんだったらそこから意識を外すとか、他のところに意識を移すとか、そういうことをしていく必要があると思います。具体的に言うと、そのいつもの癖で自己卑下に陥ってしまうとか、何かちょっとうまくいかないことがあったらやっぱり自分はダメだとか思ってしまう、これってもう癖なんですよね。個々の出来事っていうのは独立していて関連性があるわけではないんですよね。過去にあれとこれとこれとあれが失敗したのは私が能力がないからとか私がダメだからだっていうふうに自分では思っていたりするんですけれども、だから今回もこれをやってもうまくいかないとかですね、そうやって関連付けしようとするんですけれども、個々の出来事っていうのは個別のこと、全く関連性がないものなんですよね。で、そこに自分が確かに関わっているっていうのはあるんですけれども、その自分っていうのも変化していくので、いつ何時として全く同じ自分っていうのはないんですね。なので本当は全然関連がないはずなんですけれども、自分ではそういうふうに思ってしまっているんですよね。だからまた失敗をした時にやっぱり私はダメなんだっていう風に思ってしまって、でもそれでですねそう思うともう思いが強固になっていくんですよね。で、しかももう私はダメなんだって思うから、将来的に何かをしようとしてもまた失敗するんじゃないかって恐怖心とか不安が出てきたりとか、で実際にやってみると失敗してしまったりとか、そういうことってあるんですね。なのでそこにまず気づいてですね、
で、それは本当に自分がフォーカスしたいことなのかっていうのを選択していただくことになります。その際に一番重要になってくるのが、あなたの目の前の現実とあなたの選択は全く関係がないっていうことなんですね。現実でミスばっかりしているからといって、もうダメな自分、おっちょこちょいの自分、もう全然誰からも必要とされない自分を選ぶ必要はないっていうことなんですよね。ここはもう全く、ここも関連性がないんですよね、本当は。なんですけれども、人っていうのは自分の状況を見て、この状況からだとこう考えるしかないなっていうふうに思ってしまうんですよ。でもそれは本当は関連性ないんですね。なぜならば今の現状っていうのは過去の自分の思考とか感情とか考え方とか、いわゆる波動ですよね。そういう自分の波動を構成していたもの、それが現実化しただけなんですね。なので今のこの現実っていうのは過去の自分が作り出したものなんですね。なので今自分が選ぶもの、フォーカスするものっていうのはご自分が将来、未来に受け取っていただくものなので、ここに関連づける必要って全くないんですよね。なので現実を無視してご自分にとって最善のもの、最適なものを選んでいいっていうことです。そうやってご自分の望む状況とか、望むもの、望む思考、望む感情、望むあり方にフォーカスをしていく、フォーカスをご自分で選ぶっていうことですね。そうすることによってあなたの人生はガラリと変わってくると思います。で、それが8月にですね、しっかりと練習をしていただくことによって、秋以降それが花咲いてくる感じになると思いますね。なのでぜひね、こちらのテーマ、フォーカスを意識的に選ぶっていうことですね、実践されていただきたいと思います。はい、では前半の運勢を見ていきますね。乙女座さん、8月前半のキーワード拾っていきたいと思います。はい、こちらですね、 Darkness Long Night Moon、 こちら逆位置で出ましたね。そしてタロットを1枚引いていきますね。乙女座さん、満月前後の運勢ですね、アドバイスいただきたいと思います。はい、こちらです、 Two of Coins、コインの2、つまりペンタクルの2にあたるカードですね。こちらが逆位置で出ました。なるほど、そうですね、まあ、乙女座さんね、8月の前半なんですけれども、感覚的に言うと夜明け前が一番暗いって言いますよね。その時期に当たるんじゃないかなって思いますね。でもそれは夜明けがもう目前に見えているから一番暗くなるんですよね。そんな感じになってくるのかなと思います。まあ、なんでかっていうと、このフォーカスをするにはまず今自分がどこにフォーカスをしているかを知る必要があるんですよね、認識する。で、それが結構しんどいんじゃないかなっていうふうに思いますね。自分で認めたくなかったりとか、自分が本当はこういうふうに今思っているんだけど、それを認めたくないとかですね、認めたくない理由っていうのはいろいろあると思うんですね。それは人によって違うと思うんですけれども、なんかそこに過去のトラウマ的な部分があったりとか、親からそれを認められていなかったとかですね、なんかそういう部分を親に受け入れてもらえなかったから自分も見たくない、もう痛いっていうことですよね。だってそれを持っている自分だったら親に愛してもらえないので、なのでその子供の時にですね、もう自分の中のその部分を切り捨ててしまったんですよね。自分で切り離してしまった、見ないことにしてしまった、もう潜在意識の奥深くにこう抑圧してですね、もうクローゼットの奥の奥にしまい込んで、もう見ないふりをしてしまったっていう感じなんですけれども、でもそこに向き合っていかないと
無意識の部分で結局潜在意識の中にあるうちはですね、それに自分が気づいていなかったとしてもそれに意識のフォーカスが当たっているんですよね。そうすると自分では気づいていないけれどもそれが現実化する、そして現実に嫌なことを引き寄せてしまったりとか、そういうことがあるんですね。なのでその自分の中に何があるのかっていうのを見ていかないといけなくなると思います。それが8月の前半ですね。なのでそれをこうしていただく過程でですね、結構しんどいことがあったりとか、実生活に支障が出てきたりとか、例えばね、その体調をが悪くなったりとかですね、そういう古いエネルギーに触れるとか、古いエネルギー、自分の中にしまい込んでしまっていたエネルギーが出てくる時っていうのは、なんかそういう身体的な症状も一緒に出てくる方って多いんですよね。ある意味毒素が出てきているみたいな感じなんですね。デトックス状態、体もデトックスする時っていうのは症状いろいろ出ますよね。一番わかりやすいのが風邪をひいた時、もう熱が出て苦しいですよね。動けないですよね。汗もかきますし熱も上がりますし、それがデトックスっていうことなんですよね。なのでちょっと、しんどいのかなっていう感じはするんですけれども、受け入れたくないとかですね、認めたくないとか、そういう気持ちももちろんあるとは思うんですけれども、そこすらも認めるっていうことなんですよね。今抵抗している自分とか、見たくない、認めたくないなって思っている自分、それすらも受け入れてしまって、それを意識的に選ぶっていうことです。今抵抗しているな、見たくないって言ってるな、でも本当にそのままでいいのかなって考えた時に、長期的に見たらやっぱり向き合っておいた方がいいよねって。だって自分が見なかったとしても、目を背け続けたとしても、あるものはあるんですよね。ゴミみたいなものなのでクローゼットの中に生ゴミを入れておいてもですね、なくなることってないんですよね。いくらあなたが目を背けてもうクローゼットを開けないようにして見ないようにしていたとしても、でもそれを放置すればするほどだんだんこう腐敗が進んで匂ってきてですね、もうクローゼットを開けなくても異臭がこう漂ってくるみたいなね、そんな状態になっていくんですよね。なのでもう早いうちにそういうものってクローゼットを開けて大掃除してしまった方がいいんですよね。もう後になればなるほどお掃除って大変になってきます。なのでもうそれが嫌だなって思うんだったら、じゃあ私は向き合うことにしようって決めるだけでいいと思います。でそしてまたチャレンジしていただくっていうことですよね。でまた見ようとしても見たくないって思うかもしれないですね。でその時はその状態をそのまままた受け入れてあげて、そしてまた選択するっていうことですね。自分は見たくないって言ってる、それでいいのかな、いや向き合いたいって思っている、じゃあ向き合うっていうところにフォーカスをしようっていう感じで、新たな選択を重ねていくっていうことですね。そうやっていくうちに、だん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 この選択を重ねていくことによってエネルギー変わってくるんですよね。やっぱりだんだんこうちょっとずつこうほだされていくといいますか、こう最初は固くなになっていた心の部分もですね、だん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 そうやってしつこくしつこく何度も選択をしていくことによって、だんだんこう懐柔されていくというか、だんだんこう心を開いてくる、ほだされていくっていう感じになるんですよね。でそうしていくと、どん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 ご自分の見たくない部分とか内面に向き合いやすくなっていくと思いますので、無理をする必要はないので、その時はご自分の精一杯で、場合によっては途中でやめていただいてもいいと思います。でもその時に、今は一度やめるけれども、それでも自分は向き合うっていうことを選択する
っていう風に決めるんですね。でそうしていただいてまたチャレンジするっていう感じになります。でそうやって何度も何度もチャレンジしていただくことによって、やっぱり繰り返しによってですね、そうするともうそれが慣れてくるんですよね。もうそれがその選択をするっていうことがもう意識的にしなくても、もう潜在意識の部分で自動運転になってくるので、そうするとどん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 こう自分の内面に向き合うのが楽になってくると思います。どん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 やりやすくなってくると思いますので、まあ、前半ねちょっと大変かもしれないんですけれども、それをね意識してぜひ取り組んでいただきたいと思います。はい、では後半ですね、乙女座さんの後半のキーワードを拾っていきたいと思います。新月前後ですね。はい、こちらです。 Gratitude、 こちらが逆位置で出ましたね。 Last quarter moon。 なるほど。ではタロットを1枚引いていきます。こちらでねアドバイスを拾っていきたいと思います。乙女座さんですね。 Four of Cups、 カップの4、逆位置で出ましたね。はい、ではねこの2枚で見ていきたいと思いますけれども、乙女座さんのね後半ですよね。8月後半、まあ、後半にかけてちょっとずつこう闇が明けていく、まあ、そういう感じになっていくとは思うんですね。なのでだいぶこう慣れてきてですね、気持ち的には楽になってくる部分もあるかとは思うんですけれども、やっぱりこうデトックスした時っていうのはですね、一時的に弱るではないですけれども、体力が落ちたりとか心もちょっとやさぐれたりとかですね、ちょっと精神的にダメージを受けたりとか、なんかそういうことってあるんですよね。で後半はそれをケアしていく、意識的にケアしていく、そういう感じになるのかなというふうに思いますね。まあ引き続きね、フォーカス、意識的にフォーカスを選び直していくっていうことはしていただく必要があるとは思うんですけれども、まあ、ちょっと余裕が出てきたところでですね、ご自分の心のケアっていうのもしていくといいと思いますね。で、よくあるのがですね、そうやってご自分の心の闇の部分というか、まあ、シャドウの部分ですよね、今まで光が当たっていなかった部分、自分で認識していなかった部分がですね、表に上がってくる、分かるようになってくると、まあ、それでですね、まあ、いろいろ精神的な影響を受けたりとか、時には親を恨んでしまったりとか、人を恨んでしまったりとか、後悔したりとか、いろいろな感情出てくるとは思うんですね。で、私もそういう経験ってあるんですけれども、ある意味それって仕方がないんですよね。で、それは自然な反応なので、それをセーブする必要っていうのはないんですね。やっぱりそれを抑えようとすると、出てこようとしている流れをこう阻害してしまうことになるので、そこをやっぱりこう抑えるっていうのは、後半やってしまうとですね、やっぱりこう流れが止まってしまう、そうなると今までね、せっかくこう意識して取り組んでいただいたことがまたこう振り出しに戻ってしまうので、なので流れは止めたくないんですけれども、だからそういうふうにね、ご自分が精神的に不安定な状態になったりとか、余裕がなくなったりとか、人に対してねこう親切な行動が取れなくなったとしても、それは責める必要はないんですよね。ただやっぱりその人に当たったりとか、人に対してねこう心ない行動を取ってしまったりとか、そういうのはやっぱり良くないので、ちょっとダメージコントロールみたいな感じにはなるんですけれども、それを対処する方法としてはやっぱりこう感謝するっていうことを意識的にしていただく、それが一番効果的だと思いますね。感謝の気持ちを感じている時っていうのはですね、
なんかそういうネガティブな気持ちとか感情とか、まあ、そういうのがこう存在する余地がないんですね。こう感謝の光で心の中をこう満たしているっていう感じになるので、光が心の中に満ちていると、その影とかネガティブな部分とか、それが出る幕っていうのはないんですよね。なので意識的に後半にかけてですね、全てに感謝するっていうことをしていただくといいと思います。で、例えば見たくなかったようなものがですね出てきたとしても、誰かに対する恨み心とかそういうものが出てきたとしても、もう向き合いたくなかった自分、認めたくなかった自分、もう本当に汚いなって思えるような自分、もう自分で目を覆いたくなるような真実とか見えてきたとしてもですね、それは必ず目的があってあなたの中にあったっていうことなんですよね。あなたの人生に起こったことっていうのは全て意味があるんですね。で、その意味がわからないだけで、長期的に見るとそれって必要なことなんですよね。まあ、短期的に見るとそれはあなたにとって好ましくないものかもしれません。ネガティブなことかもしれません。でも、あなたのその大きな魂の目的というか、それを果たすために必要なことなんですよね。なので、全てのことが本当は感謝なんですよね。全てのことに感謝、本当はできるんですけれども、それが今はどういう意味があって、どういう目的があって、こういう経験をしているのかっていうのがわからないので、感謝ができないだけなんですね。なので、未来の自分に代わってそのことに感謝するみたいな感じでですね、感謝をしていただくといいと思います。今はその出来事がですね、どう感謝につながるのかっていうのがわからないと思います。でも、ここでですね、ちょっと意識を未来の自分を想像していただいて、その未来の自分が、あの時にこれがあったおかげで今の私があります、ありがとうございますみたいな感じで、その未来の自分もそれがですね、それが問題ではなくなっている自分から見ると、それってもうそれがあったおかげでいろいろ成長ができて、気づきがもたらされて、だから今この自分があります、ありがとうございますっていうことなんですよね。その未来の自分からですね、感謝の気持ちを送る、未来の自分に代わってこの出来事、この気持ち、この思い、この全てに感謝するっていうことを意識して習慣にしていただくといいと思うんですよね。もう本当に何が起こっても本当は感謝なんですよね。まあ、魂から見たら本当にそうなんです。この地球に生まれてくることができただけでもう本当に嬉しい、魂としてはセレブレーションしたいぐらい嬉しいことなので、で、ここでこの地球で経験する全てが本当に魂にとっては感謝なんですよね。で、それが今は分からなくてもいいので、とりあえずココさんに言われたからそうしようみたいな感じでですね、まあ、私が言っているというよりはそのカードさんが言ってくれているんですけれども、まあ、カードさんのメッセージだからそうしようっていう形で、まあ、形から入るっていう形でですね、やっていただくことで、だんだんそれが習慣になってきて、そして習慣になると潜在意識がテイクオーバーするので、そうするともう自動になってくるっていうことですよね。そうするとそれはあなたの一部になっていきます。はい、ですので、ぜひね、大変なことだとは思うんですけれども、もうこれができたら本当に何でも欲しいものは自分の人生に想像することができますし、もう自分の人生思い通りになってきますので、もうこれをね、やっていただく価値はもう本当にあると思います。なので、8月ぜひ頑張ってこちらのテーマに取り組まれてください。はい、以上が乙女座さんの8月の運勢になります。では、ここでそのカードを戻させていただいて、シャッフルをして続きのリーディングしていこうと思います。はい、では次にヤギ座さんの8月の運勢見ていきたいと思います。まずは8月のテーマですね、1枚引いていきたいと思います。は
はい、こちらです。Variance、 こちら逆位置で出てますね。すごく綺麗ですね。はい、置いておきます。そしてこちらのカード1枚引いていきますね。はい、こちらです。When I lean on the faith of the universe, peace becomes real. なるほど。なかなかね、素敵なカードさんが出ました。そうですね。ヤギ座さんの8月のテーマっていうのは、一言で言ってしまえば、宇宙にお任せすることですね。結局は、結果に執着しないっていうことになると思うんですよね。まあ自分がやりたいことがあって、目指している結果があって、それを達成するために頑張っていただきますよね。で、自分ができることを全部やって、で、その後はですね、もう宇宙にお任せ、もう神様にお任せ、もう何が起きてもですね、どんな結果がもたらされてもそれを受け取るっていう風に決めていただくことですね。そうすると、ご自分で結果を操作するっていうことがなくなってくるんですね。で、その結果を操作しようとするっていうことは、結果に執着してるっていうことなんですよね。で、そこに執着があるとですね、宇宙とか神様とか創造主とか何でもいいんですけれども、宇宙がせっかくあなたの願いを叶えようと、あなたの望みを叶えようと力を貸そうとしてくれてるんですけれども、あなたの思い執着のエネルギーのせいでですね、それがブロックみたいになって、宇宙があなたの手助けをすることができなくなってしまうんですよね。なので、もう本当にもうできることをやった後はもう全部宇宙にお任せってする、それがすごく大事になってくると思います。で、それが8月全体を通して学んでいただくテーマになってくると思いますね。なので、結果に執着しない、つまりその結果が出ないから、こうまだかなまだかなっていう感じでですね、もうどうなってるのかなとかですね、そわそわしながらこう結果に固執してしまう、それってエネルギーのしこりを作り出してしまっていることになるので、それを手放すために、もうあらかじめやることを決めるっていうことですよね。そのことに対して、あらかじめですね、自分はこれをすると、で、これをやってやり終わった後はもう宇宙にお任せするっていう風に決めて、そして全力でそのことをやっていただいて、で、終わった後はもうそのことを忘れるぐらいでもいいと思います。だってもう宇宙にお任せしているので、もうあとはご自分の波動をいい状態に保つ、つまりご自分の気分のいい状態をできるだけ保つようにする、それだけでもう願いっていうのは叶っていくんですよね。で、そうすると、結果を案じてですね、やきもきしたりとか不安になったりとか精神的に不安定になったりとか、そういうことがなくなるので、そうするとご自分の波動も高い状態に保つことができますよね。で、ここであなたに知っておいてほしいことは、何が起こってもあなたにとって最善のことが起きているっていうことなんですね。たとえ短期的に見て、わあこれは嫌だなって思うようなことであっても、長期的に見ると、それはあなたにとって必ず何らかの意味があること、あなたにとって最善のことが起きているっていうことなので、それを知っておいていただいてですね、その上で宇宙を信頼して、ご自分の人生を信頼して、そして結果に対する執着を手放す、宇宙にお任せするっていうことですね。それがヤギ座さんの8月のテーマになってくると思います。そうすると、何が起こっても受け入れられる自分になっていくと思うんですね。で、
その受け入れてしまうとですね、甘んじてしまうのではないかって思われるかもしれないんですけれども、受け入れるのと甘んじるのとは違うんですよね。甘んじるっていうのはもう嫌な結果、嫌な結果というか望まない結果が出た時に、あ、もう自分はもうこれしかないんだっていうふうにそこに甘んじてしまうんですけれども、受け入れるっていうのは、あ、これが今の私に必要な結果だったんだなっていうふうに受け入れていただいて、そしてじゃあまた将来的に自分の望む結果を得るためにはどうしたらいいかなっていうふうに考えて、切り離して、頭を切り替えてですね、いただく、もう受け入れた時点でもうそれで終わりなんですよね。それが尾を引くことはないんです。でそこで今回の結果はこうだった、じゃあ次回いい結果を、もっといい結果を得るためにどうしたらいいかな、どういう改善ができるかなっていう風にできますよね。究極的にはあなたの今の波動、思考とか感情ですよね、そういったものが未来のあなたの現実に反映されるので、新しい未来っていうのは今から作っていくことができるんですよね。なのでそれも理解していただいて、頭の片隅に入れていただいて、何が起こっても大丈夫、何が起こっても未来は自分で作っていける自分、そういう自分を8月の間に確立させていただくことがテーマになってくるんじゃないかなと思います。はい、こうでした。こちらに置いておきますね。では、ヤギ座さんの前半のキーワード拾っていきますね。満月前後のキーワードです。Discernment, waxing gibbous one ということで、こちら逆位置で出ましたね。そして、タロットカード1枚引いていきますね。ヤギ座さん満月前後ですね。はい、 The Magi、 こちらはマジシャンにあたるカードですね。なので魔術師のカードになります。なるほど。やっぱりね、その前半はですね、結構想像するっていうことにフォーカスしていただくといいんじゃないかなって思いますね。っていうのが、そのお任せ、宇宙にお任せする、結果に対する執着を手放すっていう時にですね、まずその想像のプロセスを踏んでいただく必要があると思うので、そのお任せっていうのは想像のプロセスの中で、例えばステップ1が願いを思い描くですよね。でステップ2がその、ね、願いのために行動する、そしてステップ3が執着を手放す、つまりもう行動はしてしまったので、ステップ3でもう結果に対する執着を手放して、自分の気分をよく保つ、それだけに集中する、そしてステップ4で結果を受け取る、こういう一連の流れだと仮定すると、こちらの8月のテーマっていうのはステップ3に当たりますよね。手放す、そして波動を高く保つっていうことですよね。それにするにはまずステップ1からしていく必要があるので、その想像のプロセスっていうのをされるといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、一般的にそのお願い事をしたりとかっていうのは、まあ、新月にされますよね。なんですけど、まあ、もしもその前の新月にですね、だいたいその6ヶ月前の新月だから、ちょうど6ヶ月前なので、6ヶ月前というと2月ですよね。で、2月の新月にもしもお願い事とかをされている方はですね、もうステップ1が終わっているので、ステップ2っていう形でですね、それを叶えるための具体的な行動をしていただくっていう風にするといいと思います。で、まだお願い事をしていないとかですね、その目標とか夢とかを明確にしていないっていう方は、
その満月前後にですね、8月4日ですよね、お願い事されてもいいと思いますね。別に新月じゃないとお願い事をできないっていうことはないので、まずそのご自分が望むものをですね、明確にしていただいて、でそれを実現する、叶えるっていうふうにこう心で決めていただくことですね、それが欲しいって認識されるだけでもいいと思います。なんか叶えるっていうと、なんかこう期限付きじゃないですけれども、なんか早く叶えようとしてしまいますよね。でそれもやっぱりこう焦りとか結果に対する執着が生まれてしまう原因になると思うので、こう叶えようって思ってしまうと、ちょっとこう焦りにつながるのかなっていう感じはします。それよりも欲しいと認識する、それだけでいいと思いますね。なのでこれは私の欲しいものだ、だからいつかそのうち手に入れるっていう感じですよね。でそういうふうに思っていただく、認識していただくだけでいいと思います。でそれが決まったらですね、ステップ2でアクションを起こすわけですよね。でその目標とか夢が大きなものであればあるほど、簡単に到達するのって難しいんですね。ここは3次元なので。なのでやっぱりこう時間がかかったりとか、お金がかかったりとか、いろいろすることが、手間がかかったりとかあるとは思うんですけれども、それ実現に向けてですね、今できることですよね、この8月にできることっていうのを決めていただくといいと思います。あんまり今すぐに行動できないこともあったりしますよね。タイミングを見ないといけないこととか。でもそれでもいいので、今のご自分にできる精一杯のことを考えていただくっていうことですね。ご自分の立ち位置が少しでもその目標に、目指しているところに近づくのであれば、それでいいと思います。本当に一歩でもいいので、その目標に対して近づくと思われる行動、それを決めていただいて、そして行動に移していただくっていうことですよね。でもうその行動をしたら、あとはもう忘れるぐらいでいいと思います。書き留めていただいたりとか、手帳とかに書き留めていただくといいと思うんですけれども、もう手帳に書いているので、もう忘れてもいいぐらいだと思います。そうして執着を手放す、そうしてあとはご自分の波動を高く保つ、つまりご自分の気分がいい状態、心地いい状態、自分が楽しくなること、嬉しくなること、ワクワクすることを積極的にしていただくことによって、波動っていうのは高く保つことができますので、そういうふうにしていただくといいと思いますね。そうするとあとは宇宙のタイミングで結果を受け取ることができるっていうことですね。なのでこれはですね、大きな目標とか夢だと、長いスパンでしていただく必要はあるかとは思うんですけれども、1ヶ月ごとにですね、それぐらいで切っていただいて、3ヶ月とかでもいいと思うんですけれども、とにかくその今月やることを決める、そして、それが終わったらまた来月やることを決めるとか、そういう感じでですね、ぶつ切りにしていく、こうブロックで考えていただく、そういう感じにするとやるべきことが明確になってくるので、もうそれが終わったらもう一切心配はせずに、そのことを忘れて、もう自分の気分が良くなることに専念していただくことができるので、そういう感じでね、されるといいと思います。毎月っていうのが合わない方は3ヶ月ごととか、なんかそういうこう区切りをつけて決めてやっていただくといいと思いますね。ちょっと3ヶ月だと長い気もするので、1ヶ月とかね、すごくいいと思います。3週間とか1ヶ月とか、そういう単位で取り組んでいただくといいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、では次、後半のキーワード拾っていきたいと思います。ヤギ座さんですね、後半のキーワードです。はい、こちら Extreme Hot Moon、 こちらね、逆位置で出ました。そしてタロットですね、1枚引いていきたいと思います。
こちらですね、 Five of Swords、 ソードの5ですね、正位置で出ました。なるほど、そうですね、後半にかけてはなんかですね、どっちかっていうとその前半でその行動したりとか、その目標を明確にしたりとか、ご自分の欲しいものを欲しいと認めたりとか、まあ、そういうことがメインになってくると思うんですね。で、実際にその手放しとか、もう宇宙にお任せっていうのを行っていただくのは後半がメインになってくるのかなというふうに思いますね。まあやっぱりその行動するって時間がかかるので、まあ、前半から中盤ぐらいにかけてですね、行動していただいて、でそうするとあとはただ待つっていう状態になると思うんですけれども、まあそれがやっぱりこうちょっと難しいと思うんですよね。どうしても結果って気になってしまいますし、まあいきなりその執着を手放すっていうのは難しいかとは思うんですけれども、そうした時に執着している自分をそのまま認める、それが大事になってくると思いますね。で、その執着している自分に気づいたら、あ、今こう結果を心配してしまっているなと思ってですね、で、そこですかさずそれを忘れてしまえるぐらいのご褒美を自分に与えるではないですけれども、自分がすごく気分良くなれることとか、自分が好きなこととか、甘いもの食べるとかでもいいと思いますし、そこから意識を離してご自分の波動を上げられること、それを意識的にしていただくといいのかなというふうに思いますね。まあ、こちらね、エクストリームっていうのはなんかこうやりすぎとか、こう過度なこととか、なんかそういった意味になってくるんですけれども、やっぱりその執着心が出てきた時にそれを否定してしまうとどんどん大きくなってしまうんですよね、その執着心っていうのが。まあ、ある意味その執着する気持ちっていうのは、まあ、重い波動なんですけれども、そこに薪をどんどんくべるようなことをしないっていうことなんですよね。その薪をくべるっていうのが、それを否定する、その執着している自分を認めることができないとか、人を否定するとか、見ないふりするとか、そういうのが結局薪をくべることになってしまうので、なのでその執着している自分はもうそのまま受け止めていただいていいんですね。もう最初からいきなり執着手放せる人なんていないので、なのでその気づいた時に、あ、執着してる、じゃあちょっと意識的に波動を上げようって言って、ご自分の波動が上がることをしていただく、まあ、瞑想するとかでもいいと思いますし、何かこうね、好きなことをするとか、本を読むとか、何でもいいと思うので、ご自分の波動が上がると思われることは何でもいいと思います。まあ、できればそれをしている時に、そのこと、執着を忘れられるようなことがいいですよね。なので、まあ、運動するとかもね、いいと思いますし、そうやって、徐々にご自分を訓練していくっていうことですよね。そうすると少しずつ結果に対する執着っていうのが手放していけると思います。で、まあ、結果に対する執着っていうのはエゴの働きなんですよね。マインドによる働きです。なのでやっぱりそのマインドっていうのはトレインしていく必要があるんですね。今まで私たちっていうのはそのマインドの訓練の仕方とか、思考を意識的に選択することとか教えられてきていないので、もうワイルドな状態なんですよね、私たちの思考っていうのは。なのでそこにですね、まあ、ジャッジしたりとか悪く思ったりとか否定したりとか、そういう必要は全くないので、丁寧に見ていくっていうことが必要になってくると思いますね。そうすると今のご自分の執着心っていうのをキャッチしやすくなってくるので、やっぱりこう見ないようにしていると見えないんですよね気づかないので、そうではなくって全然あっていいので、ちゃんとね見ていただいて、そしてキャッチしたら
あ、今執着心出てるなっていう風に気づいていただいて、そして波動が高くなることを選択していただく、まあ、実行していただくっていうことですよね。でそれをずっとやっているとそれが癖になってですね、あの執着心が、結果に対する執着心が出てきた時に波動を上げるっていう方向にこう切り替えることができる、その切り替えが自然にできるようになってくるので、繰り返せば繰り返すほど体が慣れていって、慣れていったものはもう潜在意識がこう自動的に行ってくれるようになるんですね。もうそういう状態になれたら、もうあなたはあのそのことに対しては具現化、ご自分の現実を想像するそのプロセスをマスターしていただいたということになるので、もうそうなるとね、本当に無敵になってくると思います。あなたの人生を自分で想像していく、クリエイトをしていくことができるようになりますので、ぜひですね、8月は意識的にそうやって頑張って繰り返し行動していただくことによって、もうそれがあなたの一生のスキルになってくると思うんですね。そうすると本当にもう人生っていうのは肯定していく、開運していくようになると思いますので、ぜひ8月頑張られてください。応援しています。以上がヤギ座さんの8月の運勢になります。いかがでしたでしょうか。やっぱりね、8月は、結構前半頑張り時というか、どの星座さんも前半頑張り時という感じがするんですけれども、前半頑張っていただくと後半は結構ですね、その頑張りのエネルギーで進むことができる、そんなに頑張らなくてもそれをですね持続させることができるという感じになると思うので、ぜひですね、この8月の光のエネルギーの後押しを受けて頑張ってテーマに取り組んでいただきたいと思います。そうすると秋以降のですね運勢っていうのがガラリと変わってくると思います。はい、以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いつもチャンネル登録、コメント、高評価とても励みになっております。ありがとうございます。では次のビデオでお会いいたしましょう。さようなら。